でも24歳の国会議員の、まあ、高等の秘書をやってる、ちゃんと仕事も納税もしてる人が立候補すらできないっていうのは、憲法の職業選択の自由であったりとか基本的人権の侵害にも当たるのかな。じゃあおかしいでしょって言ってるだけなんですよ。我々の主張は下限を設けるんだったら上限も設けるべきでしょう。上限を設けてないのに下限を25歳ってわけわからんところで設けてるから、それで若者に選挙行けとか政治に関心持てとか言うからおかしいでしょって言ってるだけじゃないですかね。はい、そうです。だから裁判所から国民を守る党っていうのを作らなきゃいけない可能性が出てきてるっていうことですよ。はい、裁判所もやり NHK をぶっ壊すということで、令和2年2020年11月の5日朝のもう12時前かな、11時半ですね、はい、これも先生顔出しなしで、はい、25歳未満の、当時24歳やったかな、もう、いや今も24歳、まだです、当時も24歳、当時も24歳、今も24歳。いやもう日が経つのが早すぎて、あれいつやったかな、千葉県印西市の市長選挙ね、7月ですね、7月、7月19日が投票ですね、に行われた印西市長選挙の市長選挙に立候補した24歳の女性、それが立候補をさせてもらえなかったことに対しての国家賠償訴訟ですね、訴訟の1回目です。まあ思い起こせば6月ぐらいに出たような判決がな、あれ、そうですね、6月にちょうどここでなんか25歳にならないと20歳過ぎてても立候補できないのおかしいじゃないかっていうことに対する判決が出たんで、なめてんのかっていうことで、まあそれはその鎌ケ谷市だったんですけど、まあ鎌ケ谷市を訴えるのは申し訳ないから国を訴えたわけですよ。ちょっとそこがまあ、ちょっと鎌ケ谷市に配慮しすぎて、鎌ケ谷市はものすごい丁寧な対応だったんでね、でだったらちょっとちゃんと直接その選挙庁が決めなきゃいけないですからね、はい、だから鎌ケ谷市の選挙は鎌ケ谷市の選挙管理委員会じゃないわまあ選挙庁が決めなきゃいけないって法律になってるから、今から鎌ケ谷市じゃなくて目の前にあった印西市の市長選挙に立候補しようと思って、でしかも鎌ケ谷市の時は供託金納めてなかったんですよ。で今回はちゃんと100万円の供託金納めてもう全て準備をして持っていったんですけどダメだったよねでもこれはどうなのかなと思って、当選できないことについてはいいと思うんです。そこは争ってないんですよ。非選挙権っていうんですね。で、名前が非選挙権だから間違う人が多いんですけども、選挙権と非選挙権、これが対になってるように思ってる人いるかもしれないんですが、違いますよ。違うんです、ね、これ全く違うんですよ。非選挙権というのは市長になる権利なんです。権利なんです。これ選挙で投票してもらうかどうか関係ないんですよ。その市長になることができるかどうかの権利なんです。だから立候補しても一人しか立候補してなければ選挙せずにその人がそのまま市長になるわけですよ、非選挙権があればね。でもまあ25歳を超えないと非選挙権がないからっていうことで今回立候補できなかった。で立候補するっていうのはそれは非選挙権を満たして市長になるという目的でなければいけないとはどこにも書いてないですよ。書いてないです。書いてないですよね、はい、これはアメリカでもそうですよ。だって選挙に立候補することは当選を目的としなければならないとはどこにも書いてないですよ。もうそんなこと書き出したらもう みんな立候補できないでしょ。いわゆる選挙に出て自分の政治的な主張を言いたいっていうことで選挙に出るわけじゃないですか。
東京都知事選挙に立候補した二十何人の人で当選できると思って立候補したってもう4人とか5人ぐらいしかいないでしょ。まあ本当は1人しか最初から決まってるんですよ。だから当選できると思ってる人は小池百合子さん以外は頭ちょっと悪いんです。それか嘘つきなんですよ。これはっきり言っておきます。状況が分からずにあの状況で自分が当選すると思って立候補してる人は頭が悪いか嘘つきなんですよ。できもしないことをできると言って有権者を騙したかのどっちかなんですよ。で僕も立候補しました。当選できるなんて1ミリも思ってないです。じゃあなぜ立候補したか。コロナに対して問題があると思ったから僕訴えたかったんですよ。コロナなんて風邪のようなもんだと、怖がることはない。それやったことによってテレビにいっぱい出ましたよね。ポスター貼ってくれましたよね。それが目的なんです。公職の候補者っていうんです。ちゃんと公職選挙法に名前が出てきますよね。多分ね第9条とか10条とか11条に被選挙権が定義付けられてるんですよね、はい、で公職の候補者は86条あたりかな、それぞれ別に定義付けられてるんです。で公職の候補者って何ですかって言ったらまさに選挙に出て私の考えこう僕の考えこうですっていうことを言う人のことを言うんです。全く違うんですよ定義付けが。だから本来公職の候補者が被選挙権って言ってもいいんですよ。で被選挙権は別の言葉でその就任資格とかいわゆる市長就任資格権とかに変えなきゃいけないぐらい何条ですかね、はい、まあいいですよ出なくて、はい、でこれそれぞれの違いが明確に書いてあって被選挙権つまり市長になるための権利は25歳以上ですよとかね、あと過去に犯罪をこういう犯罪をした人はダメですよとか書いてあるんですよね、はい、いわゆる公職選挙違反とか政治資金規正法違反とか贈収賄をして5年とか10年経ってない人はダメとか書いてあるんですよ。現在刑務所に入ってる人とかでそこには25歳未満もダメって書いてあるんですけど、今度公職の候補者については慣れない人も書いてあるんですよ。で慣れないのは犯罪者だけですよ。その被選挙権で25歳を超えてるけども犯罪をした人は公職の候補者になれないって書いてるんですよ。でそれ以外の25歳未満の人は公職の候補者になれないって条文はどこにも見当たらないんですよ。これは争ってないんですよ。じゃあなぜ立候補させなかったのか。それは向こうは被選挙権がないからだって言うわけですよ。でそれがそれじゃあ被選挙権がないのにどうして立候補させないだけでどうして公職の候補者にしなかったんですかって言ったら築城解説、法律を立法する時の、まあ、説明文というか国会でどういう議論がされたのかとかどういう思いでこの法律を作ろうという法律を作った人の脳書きが書いてあるんです。でも本当にそれって法律なんですかとかそれ優先されるべきなんですかっていうことを訴えてる裁判ということです。はい、そういうことですよね、はい、だからその25歳未満には選挙権被選挙権がないって書いて候補職の候補者については一切触れてないんだけども、それが10歳の子とか15歳の子とかまあ18歳19歳でもいいですよ。未成年の人が立候補してるんだったらそれは常識的な、まあ、公序良俗に反するなのか審議則に反するのか知りませんが跳ねるのはいいと思うんですよ。でも24歳の国会議員の、まあ、高等の秘書をやってるちゃんと仕事も納税もしてる人が立候補すらできないっていうのは憲法の
職業選択の自由であったりとか基本的人権の侵害にも当たるのかな。当たりますよね。じゃあおかしいでしょって言ってるだけなんですよ我々の主張は。大人じゃんって、24歳って立派な大人でしょって。それはね、市長になるだけの器がないかもしれません。でもそれは選挙という市民の判断があるんでしょ。しかもその市民は18歳以上の市民が投票できるんでしょ。なぜ選ばれる側は25歳以上じゃないといけないんですか。だったら、あえて70歳過ぎてましたけど、下限を設けるんだったら上限も設けるべきでしょう。普通もう70とか過ぎても、特に80歳とか過ぎてきたらボケてくるわけでしょ。はっきり言うと身体機能とか記憶力が低下してくるから。だから普通の会社には定年退職っていう制度があるんでしょ。裁判官だって70歳ぐらいになって辞めますよね。そうですね。68とか、まあ、65ですね基本は。そうでしょ。上限を設けてないのに下限を25歳ってわけわからんところで設けてるから、それで若者に選挙行けとか政治に関心持てとか言うからおかしいでしょって言ってるだけじゃないですかね。はい、そうですね。これを認めない裁判所ってもうぶっ壊すしかないんですよ。いや、ほんとそう思いますよ。いわゆる国会議員はいろんな法律作ります。それは法律作るために目の前のことばっかり考えて作りますよ。でも裁判所はその作られた法律が憲法に合ってるかどうかを審査するためにあるんでしょ。それが三権分立の一番大きな意味なんでしょ。法律を作った人間の言い分でしょ、その築城解説って。まあ、作った人間そのものじゃないんですけどね。その提起した人でしょ。まあそうですね。簡単に言えば行政側の人でしょ。行政側の人で原案を作った人がいて。そうそう、だから簡単に言えば総務省の人なんですよ。総務省寄りの人が作ったんですよ。で、行政の人が法律作ってくださいとお願いをして国会がそれを認めて成立してるわけですよね。とすると行政側としたらもう鬱陶しいから25歳未満来るな、で自分たちで作っておいて、で国会がそれを承認してるんだけど憲法違反だから、それをチェックするのがここなんですよ、裁判所なんですよ。これ司法とも読むんですよ、法を司るところ。でこんな真摯な裁判してる人たちないんですよね、多分。ないと思いますよ。いや、誰が反論できるんですか。25歳未満が24歳の人が立候補できないって。それは20歳で区切るんだったら分かりますよ、大人だから。18歳か20歳、どちらかのライン引くなら分かりますが、20歳、25歳って何なんですか。さらに都知事とか知事とか参議院は30歳ですよ。何なんですかそれ。20代をバカにしすぎなんでしょって言ってるわけですよ。それは憲法で容認されてるレベル、それは法律の権限とまでは言えないでしょう。だって選挙があるから、選挙をして当選しないとその職に就けないんだから、別に20代の人が立候補していろんな勉強するのありでしょう。立候補することによっていろんな勉強ができるんだから、それを25歳まで、あるいは30歳まで、特に30歳の方はもう特にけしからんと思う。それを閉ざすのはもう全くもって、その国会の、まあ、行政と立法府の僕は横暴だと思うので、最後裁判所にそれを判断を求めてるわけですよ。これ形式的に見たらまた絶対我々勝たなきゃいけないですよ。そうですね。これ形式的に見たらそうなんですよ。憲法のが上なんだから、法律よりもね。でも憲法の方が上だから国会の作った法律おかしいというための裁判所がおかしくなってる。だから裁判所から国民を守る党っていうのを作らなきゃいけない可能性が出てきてるっていうことですよ。あのね、この人たちはこれでも受信料払えって判断下したんですよ。
晩セグで、せっかく埼玉地方裁判所がこれは契約しなくてもいいと、受信機の設置には当たらないと、法律は教会の放送を受信することのできる受信設備を設置したものはって書いてるのに、これ設置してますか、持ち歩いとるでしょ、携行でしょ、携帯でしょ、これからこれ携帯電話じゃなくて設置電話って言うんですか、設置テレビって言うんですか、っていう判決を出してるんですよ。ここの東京高等裁判所がそんな判決を出して、ワンセグで金払えって言ってるんですよ。レオパレスもおかしいですよ、一審勝ちましたよ。でも第二審、レオパレスに入居している人の契約は入居者がしなきゃいけない。ちょっと待ってよ、受信機を設置したものはなんだから、入居したもの使ってるものじゃないじゃん。そんなこと言い出したらホテルは毎回利用客が金払えっていうことか。市役所に行ってテレビ見てたら、あなたテレビ見てるから受信料払ってくださいって言われることになるじゃん。設置したものはって書いてるんだから、レオパレスの場合はレオパレスのオーナーさんが払うべきなんでしょう。でももう NHK の言いなりですよ、もう NHK の言いなり書って書いたのかって、 NHK からお金もらってる可能性が極めて高いところって書いたのかっていう、いや本当に、だからまあもうね、今回弁護士違反でやってます、訴えてます。もちろんこの25歳、24歳でもね立候補させて訴えてますけども、もうこれ両方とも負けたら間違いなく僕は裁判所から国民を守ると作りますよ。もうひどい、まああまり愚痴じゃないんだけどね、説明してるだけなんですけど、すいません一方的に喋る。なんかあります先生、はい、まあ、次は相手の弁護士、今日は出てこなかった。ああ、そう、聞きすぎでしたね、はい、まあ、どういう、ね、対応してくるのか。あ、で、僕びっくりしたのは相手の弁護士、普通のやつで、普通の人でしたね。まあ、普通の弁護士、普通の弁護士って、国を訴えると普通じゃない弁護士っていうか、弁護士じゃない人が出てくるんですよね。ただ、まあ、自治体だと結構弁護士に頼ってるみたいな。おう、いやいや、あの、国家賠償請求訴訟なんだけど、法務省を訴えると法務省の商務担当が出てくるでしょ、はい、弁護士じゃないんですよ、商務担当ってやつが出てくるんですよ。法務省には弁護士資格を持ってるんでしょ、あの人たち。そうですね、司法資格持ってるやつらがいるから出てくるんですよ。俺は弁護士じゃないけど商務担当や言って出てくるんですよ、誰になれるんですよ。で今回まあ訴えてる相手はどこやったの、印西市、なんか普通の松戸の事務所でしたよね、はい、普通の弁護士一人ですよね。そうですね、とりあえず誰に一人なんですよ。だからまあ印西市の税金を使ってまあやってるんでしょうけど、あのそれはちょっとぶっちゃけまあしょぼいなっていう、しょぼいなって普通に思いましたね。あのもっとなんか東京のこうそれなりの弁護士事務所で 2,3 人出てくるのかなと思ったら、松戸の事務所の弁護士さん一人のお願いしてるということで、まあそれはちょっとびっくり、僕はちょっとびっくりしましたけど、憲法議論になるので、まあだから向こうの弁護士さん本当何と反応してくるんですかね、楽しみですよね。こういう裁判だから今日も来るのかなと思いますね。まあ、ということで次回は同じ1月12日、はい、1時15分かな、411号法廷、全部記憶してるわ。なんか声だけでも出演する、声も出演せん。今日法廷行った気持ちはどうでした。いつもすぐ早く終わるんですけど、今日長いな。そういうことね。ということで、何言ってるか分からなかった、あんまりよく分からない。ね、まあ、あの我々は至ってまともな主張してると思いますよ。あの確かにね、口頭になる前っていうのはあのスラップ訴訟っていうのもやりました。あのそれはね、あのそういう戦術が必要だという時は使いましたけど、今スラップ訴訟はしてませんからね、勝てると思われる裁判しかやってません。
ちゃんと時期がステージがあるので、あのそれはちゃんと節度を守ってと、ね、やっております。ちなみにスラップ訴訟って犯罪じゃないですよ。まあ、なることもあるのかもしれない。あまりむちゃくちゃなことをするとね、そうですね、はい、まあなることもあるかもしれないということで、ちゃんと皆さん覚悟してスラップ訴訟してください。終わります。裁判所参り NHK をぶっ壊すからのいってらっしゃい。堀江さんの年収は220億円。220億円ってすごいよね。